すいません、あの今 YouTube の撮影してまして、マジックを見てもらってるチャンネルなんですけど。あ、本当ですか。あ、そうです、 TikTok であの名前当てたりとか、いろんな人の考えたこと、あのブレインダイブっていうマジックをやってまして。本当ですか。あの考えてることを当てちゃうっていうマジックをやってまして、名前当てるやつ、はい、もし やってよければ披露させてもらいたいんですけど。やってもらえないよ、バースデーがあるの。あ、そうなんですね。あ、ぜひ。じゃあもうこのまま早速やっていいですか。じゃあ最初はトランプからちょっと見てもらいますね。シンプルにあのマジックから見てもらいますが、はい、トランプなんで一応見てもらって全部バラバラです、はい、あまり普段トランプで遊んだり します。好きです。好きです。一応あの普通のトランプを確認してもらって、はい、しっかり確認ちゃんと。そうですね。そう、普通のやつ。好き。カジノとかで使ってるもの。はい。じゃあ一応カジノで使ってるものなんで、あとカジノはサイコロもよく使うんで、これ後ほど使うんでお姉さんに預けてください。最初トランプ。よく混ぜまして、はい、すごい、1枚直感でこれってなって、はい、タッチしてもらって、これでこれします、はいはい、じゃあ、うん、皆さんで見て覚えてもらって見ましたかね、はいはいはい、じゃあお姉さんカード渡すので、はい、好きなところに戻してもらって、はい、いいですか、はい、入れてください。でよく混ぜてください。いけてます。はい、でまずちょっとシンプルにトランプのマジックなんで選んでいただいたカードを当てるんですけど、はい、こうやって見て当てるんじゃなくてちょっと特殊な方法で当てます、はい、僕が指を1回鳴らすだけでなんと選んだカードが一番上に、あれジョーカーでした。あ、違います。ジョーカーじゃなかったですね、はい、ちょっと持ってもらって、はい、ちなみに選んだカードはスペード、これでした、これでした。あ、違う、これじゃないあれ、ちょっと待ってくださいね、これは違いますか。違います。赤いカードでした。え、何目黒、黒でした。黒でした。何の何か言ってもらっていいですか。13はスペードの、13スペード、13のスペード、スペードのキングですね。はい、今変わったの分かりました。え、え、待って、どういうこと。見ていいんですか。はい、待って、一応カメラ見してもらって。え、なんで？え、怖い。怖い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 。え、なんで？え？ほんまに怖い、ほんまに怖い。ジョーカーは。ジョーカー。ジョーカー戻ってる。ジョーカー戻ってる。え、なんで？なんで？え、すごい。なんで？ほんまに怖くなかったで。怖い。ずっと持ってた。じゃあ袖借りていいですか？はい。こう出してもらって。今キングですけど、これを。すると、なんで、マジで分からへん、ほんまになんで、ほんまになんで、一応普通の2枚重ねてたりしないですね、普通の、すごい、なんで。じゃあサイコロ持ってますか、はい、手の上にサイコロ置いてもらって、はい、今目は何になってます。 4違う目に自分だけで誰にも見せずに変えて手で蓋してほしいんだから、僕見ないようにする。自分のか、はい、豊かな、決めました、はい、向き直りますね、はい、一番最初なぜか分かんないんですけど2が選ばれやすいんです。もし2を選んでたら違うのに変えてください。なんでこれ、それ言われてる。え、待って、怖い、すごい、すごい、はい、いいですか、はい、じゃあ変えた数字も集中してください。頭で2の次に選ばれやすいの、ちなみに5なんですけど、もし5を選んでたら変えてもらって。怖い。最後もう一回やっていきましょうか。アリさん、アリさん、聞こえてるじゃん。アリさん、聞こえてる、聞こえてないよ、はい、いいですか、はい、2と5って来たじゃないですか、次に選ばれやすいのは1なんですよ。え、怖い、怖い、なんで、
怖い。お前なんだよ。怒らへん。じゃあこのまま、はい、ちょっともう一つ やっていいですか。はい、ね、じゃあね、今度カードで何でもいいので自由にマークと数字を一つ思い浮かべてもらって、今頭の中でできるだけ強くイメージしてもらって、で今度は僕が当てるんじゃなくて誰か一人指さしてもらっていいですか。いいよね、誰か、はい、じゃあお姉さんに当ててもらいます。お前当たったらマジ怖い。いける。右手出してもらって一枚直感でタッチしてください。これっていうの、これにします。 OK、 手出してもらって持てるように、まだ開けないでくださいね。彼女が思い浮かべてるカードは誰も知らないんですよね。彼女が思い浮かべてるカードはお姉さんが持ってるカード。え、一応確認しますね。彼女が持ってるわけないですよね。ない。はい、自由に決めましたからね。決めました。彼女が持ってるカードが思い浮かべてるカードだったら不思議ですよね。じゃあ先答え聞きましょうか、はい、何を思い浮かべてますか。7のハート。ハートの7、ひっくり返します。ちょっと僕の言い方が良くなかった。自由に決めましたよね、ハートの7は。で僕さっき何て言いましたっけ。彼女が持ってるのが思い浮かべたカードだったら不思議ですよねって言いましたよね。僕が言ってるのはクイーンが持ってるカードのことなんですよ。なんで持ってんの。なんで持ってる。クイーン持ってた。持ってないです。クイーンは持ってないです。なんで。え、最初は、どういうこと。分からへん。後輩のとこも。なんで持ってるの。え、でも彼女が思い浮かべないと、まあ、例えばダイヤの3だったらこれダイヤの3になる。浮き上がってきたってこと。それもすごいけど。怖っ。分からへん。全然分かれへん。マジすごい。ほんまにすごい。ほんまにすごい。ガチや。怖なってきた、この人が。クイーンがね。クイーンが怖い。なんで？すごい。最後に TikTok でよくやってる、名前を当てるのをやって終わりたいんですけど。どういうこと？誕生日ガールなんかあります？はい、え、どういうことですか。なんかね、例えば僕よくやってるのはその人しか知らない人の名前を当てたりするんですよ。家族の名前とか、なんで友達の名前とか。自分の名前じゃなくてですか。あ、自分の名前もいけるんですけど、はい、彼氏の名前もいるし、初恋の相手とか、何でも。推しとか。推しやったらちょっと悪いな。推しは違う。どうしよう。おじいちゃんの名前とか何でもいいです。絶対わからんみたいな。絶対わからん、はい、みんなも知らんとか、ね、あ、でもいいです、いいです。あ、じゃあ、はい、難しい。みんな知った方がいいか。何する。絶対わからん名前やった。やっぱじゃあみんな先生とか。ああ、いいよ。何するんだって。え、相談していいですか。いいです、いいです。全然。Okay. でも名前は取られてもすごいけどね。確かに。人じゃなくてもいいです。ワンちゃん。ワンちゃんわかりそう。ワンちゃんわかりそう。じゃあ。何でもいいよ。うちらの名前は言ってるかもしれない。確かに。会話で言ってるかもしれない。うん。これ以外にしよう。彼氏や会話。やっぱ彼氏とる。わかりにくいやん。ああ。確かに。彼氏さんの下の名前だけ。下の名前すごいけどね。ほんまにすごいで。これ当てたの。ほんまにすごい。やってみていいですか。え、じゃあ。怖い。一回手合わせてもらう。それって全部さ、どういうこと。流れてるよ。でもそんなわけないよ。そうですよね。3文字。はい、3文字です。頭の中で何度も繰り返し、はい、彼氏の下の名前を
何度も呼んでみてほしいです、はい、頭の中で繰り返してそうそう、そんな感じで千字千字ね、まあお題は決めた自分ですからね。決めたし、うん、今決めたし。怖い。え？すごすぎる。これがブレインダイブっていう。こ新しい。頭の中見てみたい。すごい。頭の中見てるのは僕なんです。見てみたい。頭の中。こっちが見るんじゃなくて僕が見てる。TikTok でこれをやってたんですけど、ね、信じてくれます。初めましてです。ガチすぎる。やっぱ動画だけとか見せてもこんなんやらせやろ、そうやよく言われるの、うん。こうやってお一人お一人やっていくしかなくて、いろんな人に。すごい。すごい。マジック。確かに名前とかはマジックじゃない。マジックじゃない。ネタバラシをしてくれないんです。ネタバラシができない。ネタバラシって唯一言えるのは考えていることを直接潜り込んで読み取ってます。ネタバラシ違う。これがほんまに何なん？吸い取られてる。え、誰でもできるんですか？これね、僕以外の人はやってないです。ブレインダイブ。え、じゃあ練習したらできるとかじゃないんか。あ、そういうことですね。生まれ持ったものだと。いや。できるかどうかはその人次第というか、やってみないとわからないと思う。すごい。僕らの YouTube はこれマジックの価値を変えたいと思ってやってるんですけど、価値変わりましたので、うん、やばい。毎日の一番すごい。自分のことを当てられるから、その方がまあ怖いというか、うん、気持ち悪いというか、うん、はい、なんでアリサが泣いてるの？怖すぎて。まあでも確かに臨場感ある。あれ何の涙？え、本当に聞きたい。私は感動、感動。あ、でも本当に涙。やっぱガチやみたいな。くれてありがとうみたいな。すごい。広めます友達。新しくんとチャンネルを。すごい。はい。よかったら。はい。見てください。フォローしよう。見てみてください。見ます。聞いていきたい。一緒つ。洗脳されてる。洗脳されてる。友達にも。出し、出し。出し、出し。出しにしてあのいい誕生日プレゼントになる、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 OK でございます。ありがとうございます。すみません、お時間いただいて。ありがとうございます。みんなに言いたい。みんなに言う。ガチやで。ガチやで。うまいと思う。TikTokもコメントしたな。うまい。これガチでした。これガチ。これガチでした。余計怪しい。ありがとうございます。ありがとうございます。これステーキなの。すげえ。海外っぽいよね。いいね。めっちゃいい。すいません、ありがとうございました。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 え、踊ってどうすんだ。ドレスってこれ親方もらったの。チャンネル登録よろしくお願いします。 X、インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive。